偉人だって人間だもの。生配信まであと3日。明日は何の日、ぷっぷー。どうも、四天王寺です。四十三十ぐらいで赤にゆです。明日は10月5日。どんなことがありましたか？こんなことがありました。じゃんじゃん。何か気になるのありますか？お母さんと一緒見てたジャジャマル、ピッコロ、ポロリでしょ。そうそうそう。あ、その世代だから。うんうん。自分が母親になってからも子供と見てたの。見た。だからシリーズは変わってるし、キャラクターも違うじゃん。へえ、すごいね。そんな中から今回私が取り上げたのはこちらです。じゃん。サザエさんが放送開始。いいね。サザエさんはね、去年50周年だったの、放送始まって。最高視聴率なんと 39.4%。 へー、すごいね。アニメでね、第2位だっつったかな。え、1位気になるね。1位はね、ちびまる子ちゃんの 39.9%。 すごい。でね、サザエさんの声、うん、これはね、もう51年間ずっと加藤みどりさんがやってんの。へー、すごくない？すごい。今何歳だろう？もう80歳。すごいすごいよね。サザエさんやばいね。でちなみにね、うん、カツオの声ってね、最初はドラえもんのね、初代の大山信也さんがやったらしいよ。バクドラえもんの、第1話見たらね、確かに大山信也の声なんだよ。ただ本人がなんかしっくりこなかったらしくて 3ヶ月で降板しちゃったらしいけどね。すごいすごいプロだね、うん、その自分で降板とかやばいね。ねえ、まあ、まさかこんな長寿番組になるとは思わなかったかもしれないけどね。でね、初回のねタイトルがね、うん、75点の天才っていうタイトルなんだけど、カツオが75点取るんだよね、テストで。うん、ただ、うん、今までのさ0点とか5点のテストを隠しててさ、うん、それをさワカメが見つけてさ、うん、カツオを揺するっていう話なんだよね。へえ。でなんか高い外国製のボールペンをさ、そんななんかブラックな話なの？そう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 。すごいの、最初のね頃のねサザエさんって超ドタバタ劇なの。船さんってすごいいいお母さんじゃん、うん、その船さんがさ、うん、波平のなんか昔のさ彼女からもらったラブレター隠してるのを見つけてさ、うん、でそれをハサミで切ってさ、もうハサミでさ波平を追いかけてさ、馬乗りになってさ貴重な波平の髪の毛を切るっていう。めっちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いよ。やばー、見たいそれ、うん、もうワカメなんかずっとパンツ見えてるからね。それ竹間違ってんだろうって話。そっか。でね、まあご存知の通り、そのサザエさんの原作は長谷川町子さん、うん、日本初の女性漫画家なんですけどね。へえ。今年がね生誕100周年なんですよ、うん、まあもちろん亡くなられてますけども、うん、ずっとこんだけ続けてればさ、うん、原作の話はもう使い切っちゃってるわけじゃない、うん、でもね長谷川さんはもう使い回してくださいって言ったんだって、その新しいオリジナルのストーリーにするんじゃなくて。でその時にね、うん、名人芸は何度繰り返しても良いものですからって言ったらしいんだよね。今やってるサザエさんもちょこっとそういうね原作の話を織り交ぜてるらしいよ、今でも、ね、うん、でこれね、やっぱテレビとかもさ、よくマンネリマンネリって言って、やっぱどんどん新しい風に変えていくじゃない、うん、でもさ本当に数少ないんだけど、大いなるマンネリって言われるものがあってさあ、それの最たるものが笑点とかだけどさ、そういうなんかもうマンネリだよねっていうのを飛び越えて、あのそれを見たいっつって見てくれるお客さんがいたりとか。そうだね。あとなんかこれ見るとホッとするって思えてもらえたりとかさ、そういうのがほらなんか自分のさ生活の一部に なっちゃってる人とか絶対いると思うんだよね。そういう、うん、同じことをずっと繰り返すっていうのはさ、うん、そうだから、そこまでなれたら幸せだよね、うん、それが名人芸であり伝統芸っていうやつだと思うんだよね、うんうん、昔水戸黄門がさ、印籠を出すじゃん最後、うん、それ見たくてみんな見てるわけじゃん水戸黄門って、うんうん、で1回だけ印籠を出さなかった回があったらさ、うん、すんごいクレーム来たらしいめっちゃ面白いね。でも毎回やってる人たちはもういいじゃないみたいな、こそうなっちゃうのよ。そうなっちゃうの。そこを期待してる人がいるってことだよね。そうそうそう。だから歌い手さんもさ何十年も同じ歌歌っててさ、うん、途中でさアレンジしたくなるわけよ、歌い方とかもさ。でも聴いてる人はやっぱりオリジナルのあの歌い方で聴きたいって思ってる人が多かったりするんだよね。わかる。そうそうそう。私も鼻のやつ飽き飽きなんだけど、自分の YouTube の前1週間ぐらい、1週間ぐらいか早なのにさ、もう飽きちゃったわ。そうだね。まあでもこういうねサザエさんみたいな作品はこれからもずっと続けてってほしいよね。うん。
ということで続いては10月5日に生まれた人は誰ですか。それがこちらです。じゃんじゃん。知ってる人いますか。ディックミネって前さなんか言ってたよね YouTube で。巨根伝説それめっちゃ覚えてる。そうこのねディックっていうのは巨根という意味なんですけど、いろんな巨根伝説があって、もう湯船に入るときにさ、両足からチャポンチャポンと入り真ん中の足はドボンとなるんだよとかさ、この人満州にいたこともあるんだけど、ロシア人の女性からね、どのロシア人よりも大きいって言われたらしいからねこんな方たちが10月5日に生まれました、はい、誕生日おめでとうございます。ということで明日は何の日、ブッブー、バイバーイ。